まあ今翔太が、海外から帰ってきて、まあまだ一回もね組んでないんで、ロマンスゾーンとしては、まあなんかあいつはね、まあ、18の時からの、ね、楽曲プロの同期なんで、まああいつは多分それでなんかこう自分あいつの中に何かこう思うことがまだ自分に対してあるんだろうから、まあタッグタイトルもあるし、ね、どうせロマンスゾーンとして、ね、出て撮りたいとは思うんですけど、まあパートナーなんで別に解散とかそういうわけじゃないんで、あいつの中のなんかそのモヤモヤが落ち着けばそれが一番いいのかなと思うんで、まあなんかある間に組んでもきっとまたなんか良くないことが起きると思うんで、自分はあいつが納得するのはいつまでも待ってるんで、はい、そういう感じですね、はい。結果的に今日もね、ニコールを通して高尾と対峙することになって、昼は取られて、まあでもこのサバイバルタッグで結果的に僕取り返したんで、今日も一生いっぱいタッグベルトがねできるということで、僕自身もやっぱ高尾とロマンスゾーンで狙いに行きたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、この数ヶ月間去年アメリカで学んできたものを、培ってきたものを翔太として出したいっていう気持ちと、やっぱね18歳の頃からあいつが DDT でその後デビューするのも見てからもずっとねあいつの後ろを追っかけてるような感覚があったんですよ。パートナーとして一緒にやりたい気持ちもあるけど、あいつに、高尾に僕自身の成長、そして皆さんにちゃんとロマンスドンっていうチームがね一緒に共にそれぞれが成長してるっていうところを見せた上で、その先にあるものっていうものを狙いたい。今はまだあいつと戦いたいと思います。来月もまた戦うんでね、僕が成長したところをあいつに見せつけてやりますよ。いやー疲れた。今度私は今回佐賀で防衛戦をすると、ロマンシング佐賀ですね。すいません、そうですね、まあ彼は去年とか一昨年とかかな、まだ頑張れプロレスに入団して、まだ日は浅いと思うんですけれども、まあ、頑張れプロレスの誰よりもガンプロとは何ぞやと、そういうものをね体現していて、なおかつ今一番勢いがあって一番強い、まあ正直すごいなって思います。彼の試合いつも見てますけど、もういつもベストコンディション、いつも最高の状態で試合に臨む。一方富永は年に数回、1、2回しかいいコンディションの時期がないわけですよ。それが今です。この最高潮にベストコンディションの富永を倒さずして、私はチャンピオンを名乗っていられるか。まあ彼はですね、僕の挑戦表明を快諾してくれました。まあ僕は彼が好きなんだと思います。そういうところも含めて、今度ね僕は2月の高島平大会、必ずチャンピオンシップになると信じてます。世界中の誰よりも今僕は渡瀬を応援してます。絶対にベルトを巻いて東京に戻ってきてくれると信じてます。以上です。佐賀での防衛戦が決まってるのに富永さんと防衛戦を決めたのは、虚勢でもないし過信でもない、絶対的な自信があるし、それは俺がみんなに言った夢を持てという言葉があるけど、俺はベルトを持って夢を持った。いろんな団体でいろんな人と防衛戦したいし、海外で防衛戦もしたいし、そのためには一人一人が俺の夢のための通過点なんですよ。その一人一人を倒すという夢を叶えて、次の大きい夢のために俺は進んでいくから、佐賀を小さく見てる、岩崎とはを小さく見てる、そんなんじゃない、素晴らしい選手でも勝たなきゃいけない、それが俺の夢のため。